イヤモンドアライアンスベースボールチャンネル。皆さんこんばんは、今ラジオチャンネルです。今日はですね、皆さんお待たせしました、北海道日本ハムファイターズ OB モノマネ5連発いきたいと思います。ちょっと細かすぎて、僕はメジャーのモノマネあんましないんですよ。ちょっと癖の強いモノマネしますんで、細かすぎて伝わらないシリーズの番組出たいと思います。トンネルさん、よろしくお願いします。では行ってみよう。インコース低めをやたらヘッド立てて打ってしまう稲葉さん。続きまして、追い込まれてからフォークを予測していてアウトコースストレートを来てあっさり見逃しする稲葉さん。年々ヘッドの位置が高くなる田中健介さん。若い時2年後ベテランになってから冷静な金子誠さん、見逃しバージョン。ライト前バージョン。ミスターファイターズ田中幸雄さん、なぜか腕と足が伸びてしまう。左足がなぜか狭しい鶴岡慎也さん。エンドランでストレートだと思った時にスライダーが来てびっくりしてエンドランをする鶴岡さん。はい、皆さんいかがだったでしょうか。一言だけ言わせてください。ファイターズの先輩の方々、レジェンドの方々、大変申し訳ありませんでした。笑ってみてください。今回やってきましたけども、皆さんなんかどの球団の選手でもいいので、こんな選手やってみたいな、あったらどしどしコメント欄に送ってください。それでは皆さん、またお会いしましょう。5万人まず目指します。またねー。